コナー・コーディは、イングランド、セントヘレンズ出身のプロサッカー選手。ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 所属。ポジションは DF。イングランド代表。マージーサイドのセントヘレンズで生まれ育ち、出身地にほど近いリバプール FC のユースチームで、プレーを始めた。2011シーズンになると、トップチームのベンチ入りも何度か経験した。2013年5月のフラム FC 戦で、 トップチーム及びプレミアリーグデビューを果たしたが、リバプールでのリーグ戦出場は、これが最初で最後になった。リーグ1所属のシェフィールドユナイテッド FC へのレンタル移籍を経て、2014年8月にチャンピオンシップのハダースフィールドタウン FC に放出された。2015年7月、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC に完全移籍。契約は3年半で移籍金は、 非公表だが200万ポンドと見られている。U-16 年代から U-20 年代まで世代別のイングランド代表に選出されていた。U-20 代表ではキャプテンを務めたこともある。2020年9月8日に開催された UEFA ネーションズリーグのデンマーク代表戦でフル代表デビュー。同試合ではマムに選出された。 2020年10月8日のウェールズ戦でフル代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。